よく出るのって、モダンが多いですね、普通の豚玉に。あ、じゃあ、あ、じゃあモダン焼き、はい、お願いします。この辺ってあの食べるところはあんましないですよね。ないですね、この近辺にはないです。ないですよね、うん、なんでよくあのここを通ってた時にあの、あの上りが見えて、はいはい、あれ いつ頃やってるのかなと思って、いつかは行ってみたいなと思って来たんですよ。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。マヨネーズ忘れます？あ、お願いします。はい、
美味しいですね。美味しいですか、ありがとうございます。これもソースもブレンドみたいな感じなんですか。そうですね、うちはカープソース使ってますから。あ、カープソース。あ、カープソースっていうのがあるんですか。はい、はい、はい、というわけでね、ごちそうさまでした。ちょっとね、報告駅からだいぶ離れた場所にあるお好み焼き屋さんでしたけど、昔は結構ね、賑やかだったそうですよ、ここ、この道で、まあ、今日はですね、関西風の、まあ、お好み焼き屋さんということで、プラスモダン焼きっていうことで、なんかソースもね、ブレンドで、非常に癖もなくね、食べやすいモダン焼きでした。駐車場はね、もう車2台ぐらいですかね、ちょっと止めるとこが少ないんですけども、ぜひ機会があったら行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。